Tacos 兄弟 Este programa es presentado por Ninja.com はい、どうもこんにちは、忍者です。今ですね、メキシコシティのですね、ペンションアミーゴの方でね、お沈没しております。忍者のメキシコ沈没日記、Ninja.com。 こちらね、宿のね、屋上ですね。ニョキッと立つ like 戦闘の煙突、Ninja.com。 シャカ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 、Ninja.com。 いい時間なんで、昼飯っすね。今タコスですね。あとコロナビール、これ2個でね30ペソなんで260円ぐらいですね。ダイナマイト四国。そしてね、メキシコといったらね、このコロナビールじゃないでしょうか。こちらでね27ペソなんで250円ぐらいですかね。そうじゃあいただきます。うん、うまい。じゃあタコスいただきますね。これレモンとかねつけられるんですよね、屋台で。玉ねぎとか豆、あとソースかけ放題ですね。はい、じゃあタコスいただきます。うん、うまい。ビールに合うんですよね。レモンをですねビールに入れてもいいですよね。うん、あ、めちゃめちゃ合いますわ。はいはい。でですね、まあメキシコシティ来ましてね、もう1週間以上経ったんですけどね、もう何にもしておりませんね。もうザ・お沈没って感じっすね。はい、メキシコはね結構ねドライっすね、気候が。はい、全然湿気ないっすね。ヌラスでメヒコの中心地で、まあ2日前ぐらいにね、まあ珍しく雨降ったんですけど、うん、やっぱり基本的にはね乾燥してますよね。はい、あんまり観光にも行かずにね、まあ宿でダラダラしてますね。はい、まあ、今日ですね、まあ宿からね、まあ徒歩、まあ、10分ぐらいのとこにブエナビスタっていう駅があるんですけども、まあ、そちらですね、まあ、ちょっとしたねショッピングセンター、ショッピングモールみたいになってるんですけど、そこでですねパイオ使いでのね、まあラティーナをね、まあ人間観察じゃないですけどね、まあしてましたね、ちょっと今日午前中は。はい、スペイン語でね、まあブエナビスタ、まあ絶景ですね、まあ絶景見てましたね。はい、あとはですね、その近くにですね、ちょっとしたね、なんか近未来的な図書館あったんでね、行ってきましたね。例の図書館ですね。はい、こちらがね、図書館のバスコネセロスというところですね。そんな感じでね、まあ昼間から飲んだくれてますよ。はい。メキシコはですね、結構酒厳しいらしくて、これね、缶蓋開いた状態で外歩いてると普通に捕まるらしいっすね。うん、なんかねちょっとこっから歩いてったところにイダルゴっていう駅があるんですけど、はい、こちらイダルゴという駅ですね。なんかみんなタイマー吸ってますね。そこがね、あのティーマの喫煙所みたいになってて、もうめちゃめちゃすごいっすね。なんか合法化活動運動みたいな、うん、団体がなんか占拠しててね、もう煙がすごいですね。まあ忍者ってちょっと吸わないんですけど、うん、拙者が吸うのはおぱい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 忍者 .com。 チャイナタウンにですね、あのよく飯食いに行くんで、そこ結構通るんですよね。うん、まあそんな感じでね、結構アルコールには厳しいらしいですね。うん、まあそんな感じですね。まあ今後の予定としましてはね、まあメキシコはね、まあ3回目なんで、まあ結構ね、まあ観光地、まあすでに行ってるんですよね。で、西側はですね、あんまり行ってないんで、まあちょっとね、気が向いたらね、行ってみようかななんて思ってますね。はい。まあその前にね、ちょっとお沈没脱出できるかどうかなんですよね。その辺がちょっと問題ですよね。この宿ね、居心地いいっすよ。
隣の建物が、まあ、警察なんですよね。で反対側が、まあ、革命記念塔が広場とかになってますね。うん、だからその辺パトカーとかあとおまわりさんとか結構並んでるんでね、この辺の治安はちょっといいかもしれないですね。でもなんか年中、まあ、なんかパトカーのサイレンもう鳴ってますよね。あの警察24時みたいな感じで、うん、ワン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 。でまあタコス食いながらね、うん、ニートメヒコ楽しんでますよ。はい、うん、タコス兄弟ということでね、今日の動画締めたいと思います。そんな感じで、あざす。11月某日、メキシコシティペンションアミーゴのマンガルームで開催される忍者シークレットアコースティックライブ、チケット29,800円、残席あとわずか、冷やかし歓迎。 Don't miss it. Este programa fue presentado por Ninja.com.